はい、毎度です。はい、出来上がりましたよーあ。こっちはまだベルト組んでないけど。はい、まずは、1901年、ロンジンでーす。はい、えーっと、彗星の18-79ですね、キャリバーはね。15席。15席ですね。はい。まあ、ちょっと。 いいですね。なんか、和やかというか、柔らかくて。えっと、これ、銀メッキしておりますね。こちらは金メッキですね。で、裏も結構柔らかなリーフの葉っぱだね。葉っぱ。抜いてます。スケルトになってますよ。で、純銀メッキしております。なかなかね、錆びないようになっております。 いや素晴らしいですね。裏表両面とも、えー、ミネラルガラスですね。はい。えー、シリアルは1367554ですね、うん。ここに書いてある。ね、はい。お次は、はい。できました。えっ、ー、と、1910年ですかね。えっ、ー、と、ロレックス。はい。これ17席のモデルですね。はい。 この,このエングレービングも素晴らしいんでアップで見てくださいプレートにまでブリッジだけじゃなくてこの下のプレートにまでね綺麗に掘ってある掘ってあるというか浮き彫りだね浮き彫りはめんどくさいんですよいいですねで、えー、この冷たいステンレスのケースにもこうやってねわかるかな全部 エングレが施されておりまーす。サイドの部分と、それからラグの上の部分も、リーフが、葉っぱが入っております。ね。えー、これ、ルミーブライトですね。あの、この針のこの白い部分は。暗いとこでも、えっ、ー、と、何分かこう、何時間か光ってると。 いうことで、すね、うん、でこのプロビデンスの目、これ彫ってある文字盤、これは純銀ですね。純銀にングレして、で、文字のところは青いエナメルを埋め込んでます。まあ、こっち、日差ちょっと大きいです。日差2分ちょいぐらいですね。で、こちらは、ほぼ、ほぼほぼ1分歩かないか、すごくいいです。 いい感じに仕上がってます。ちょっとだからこっちはちょっと遅れ気味なので、もうちょいこっちの方で後で調整してみます。っていうことで今日は、えー、1910年ロレックスフリーメイソンモデル。そしてこっちはロンジンの、えー、フルスケルトン、フルエングレービングですね。すっけすけです。わかるかなうん。 すんごい綺麗です。これ、早い者勝ちです。っていうことです。じゃあねー。